ここまでタイでの戦いも含めプロ公式戦は55戦しています。バンタム級53キロリミット。さあ平子さん、対戦相手が右側青いグローブのヨシラーとなりました。21歳、はい、こちらはミドルキックが強いという戦いも黒田戦で見せてくれました、ね、黒田トーマ選手、ガードしててもね、そのガードした腕を破壊してしまう、はい、まあ、これもムエタイの佐藤さん定石一つありますがね。そうですね、まあ、計量は1回目 100g オーバー、タイムリミット内にクリアしていますヨシラー。黒田戦で K1 ルールの戦い方が分かったというのがヨシラー。そして石井一生もそこにはフォーカスしています。サウスポースタイル青いグローブヨシラ、うん、お互いの蹴りうんという声聞こえました。佐藤さんですか今。はい、1段の目からもう開始早々もういい距離でお互い入ったんでいいですね。もう本当3分3ラウンドなんで、はい、ムエタイのように1、2ラウンド目見る必要はないんですよね。そうですね、ヨシラそれ分かってますよね、はい、ムエタイは通常5ラウンドマッチ、はい、リシも戦前言った通りもう3ラウンドの中で倒すの左ストレート、はい、もう本当に言葉に嘘はないですね。そうですね、もうゆうちゃみさん、はい、これ好戦的だというところですが2人の姿勢見えてくるようですよね。そうですね、吉田選手が今すごい勢いできているのでちょっと試合を再開します、はい、まあ、でもリズムは崩したくありません。赤いグローブ石井、右のストレート、左インロー吉田。平子さん本当にヨシラの蹴りこうインパクト強いですね。そうですよね、でも面白い図式ですよねこの試合ね、はい、そうですね、日本とタイのムエタイ同士が K1 ルールで、でお互い黒田戦をまた望んでいると、右のストレート、その黒田トーマ選手は会場で見ているという戦い。このパンチ早い、左フック引っ掛けるように石井、石井のショートの左フックいいですよ。いやそうですね、頑張ってますよ。ここも近い、逆に左奥に引いた拳はヨシラです。左インロー、佐藤さんあのインローどうですかヨシラ。まあ、色もいいですよ、ミドルの方がいいですけどね。あそうですね、ミドルは強烈ですよやっぱ、まあ、ムエタイの魔のまず井の一番ですね。左のミドルキック間合いは外してとなると石井がローキック、左ミドルヨシラ。オーソドックスの石井に対してこのサウスポーのヨシラの左ミドルがもうバッチリ当たるんですよね、いいタイミングで、はい、そうですね、もう一番強いところで受け続けるとパンチの打ち合い、もう後半腕上がってこなくなりますよ、まあ、石井はどれだけ織り込み済みかというこの蹴りです、まあ、ヨシラに対してあのミドルキックとても重たそうとトレーナーもあれは食わない方がいいというそんな風に石井は語っています。まあ、でもゆうちゃみさん、はい、石井がですね、はい、僕はミドルを蹴られて痛みを感じたことがないなんていうふうにも、いや今回のミドルはちょっと重すぎるなって客観的に見て分かりますし、ちょっと同じ感じで、はい、あれなんで打ち合いしてほしいなっていう、まあ、だから楽しみでもあると石井は捉えています、ね、左ミドルキックも一発、右のストレート左フック、合わせてパンチは石井です。佐藤さん、右のストレートもありますが石井、でもヨシラも見てますよ、はい、石打ってきてるけど、はい、ヨシラしっかり見てる、気をつけないとダーリストレートヨシラ、気をつけないと、目に加わる外からお互いのパンチは強い、ここもヨシラの拳、これは緊迫感ありますね、ありますね。ヨシラがさらに第1ラウンドからそうさせています、はい、返す刀、石は圧力をかけて先手ですが、その先ヨシラ左ミドルキック、右ストレート組んだ左ヨシラ、ハイレベルだな。第1ラウンド終了、平子さんから伺いましょう、はい、凄まじい攻防ありますね、圧力あるのは石井選手でコーナーまで、ね、追い詰めてはいるんですけれども、ヨシラ選手があえてそのポジショニング取ってるのかなと思わせるようなカウンターね、的確ですよね、はい、佐藤さんそのあたりってどうなんですか。もう平子さんのそのまんまです、そのまんまです本当その通りです、引き寄せてると思いますね、ヨシラもそのもちろん石井の圧力も強いんだけど、ヨシラは 100% 下がらされてるわけじゃないですね、はい、あえて下がっている可能性もあります。となってくるとゆうちゃみさん第2ラウンド以降ですね、はい、またちょっと不気味でもありますね、ヨシラ、どっちの波に乗るんかなっていう、飲まれるか飲み込まれるかどっちかの2択なんで、確かにどういう感じに、はい、ゲズフェスタ6 53キロリミットバンタム級、盛り上がっている階級です。石井一世
対してはヨシララン2、石井のプレッシャー攻撃力、それに対して左ミドルキック、それから反応のヨシラ左ウィングを、ここもすぐに詰める。もう平子さんすぐに火がつきますもんね。おーっと待ち、ヨシラダブル奪った。ここ拳で佐藤さん今何かもしましたね。そうなんです、でも今ちょっと微妙で、ヨシラもキャッチしてたんで、はい、これどういうタイミングかなんでしょうね、はい、ダメージも心配ですが、クリーンヒットはどちらだったか、石井の動き、はい、いや看板だ、足揃ってますね石井、ちょっと待てよこれ、ヨシラここ不必要、まあ一旦下がりますね。で左ミドルキックです。もう不用意に出ていくことはしません。佐藤さんダメージどうでしょうね、石井ダメージあると思いますよ。ヨシラやっぱ1ラウンド目石井に対してヨシラは1ラウンド目だったんですよ、はい、これヨシラ2ラウンド目じゃないですか、石井と、はい、もうちょっと慣れてるんですよね、石井、はい、ヨシラはそうですね、すごい順能力。そして左ミドルキック、右に出した石井、もう一発、今度は石井か、打ち合いやってやろうじゃないかと石井です。でサウスポースタイルでヨシラ左ミドルキック、これがある限りという平子さん、はい、もうこれペース戻すぞっていう、そうですよね、でも緑ね、ちょっとパンチいいのは当たり始めてますよね、石井選手、後ろ右ストレートいいですよ、はい、ここボディ、先ほどの顔面、今度はボディです。ディープという声が飛んでいます、前蹴りですよね、はい、カウンターで吉田サイド、左足でリズムを取りながらの石井、このラウンド、これ距離感というのは佐藤さんどうなんでしょうか。吉田の距離ですね、今は完全に吉田が下がって戦ってますね、はい、1ラウンド目は石井も下げさせてたんですけど、はい、右、今度は吉田の場面、下げさせてアリ地獄にこう引き入れるかのようです。誰が吉田選手ホールディングに対して注意が与えられました。11、石井左ミドルを食らう、これ初めて左ミドルキックで痛みを感じているのかどうか。ここもブレイクです、あと30秒。まあでも平子さん自分から石井飛び込んではいくんですよね、そうですよね、いなし方やっぱり上手ですね、はい、そうですね、いなし方ですね。で一番の武器、左のミドルキック、吉田前足を蹴っていく石井、石井の動きの良さは変わらないように見えるんですが、左ボディフック、それでもストレート、カウンターで吉田、石井出てくる右、お互い早い、ここで第2ラウンド終了です。いやー、ゆうちゃみさん、はい、ちょっと緊張感、これまだまだ増してきそうですね。そうですね、第2ラウンドの石井選手がちょっと、ね、はい、前に出てたイメージあったんですけど、第3ラウンドで吉田選手を KO するのかなって思ったりしてほしいですね。そうですか、敵に願望、はいはい、佐藤さん、はい、本当にこうヨシラの燃えたい地獄とでもいうような戦い、そうですね、はい、もうポイント的にはリードしてるんで、3ラウンド目はもう多分がっつりヨシラはもう流すと思うんで、はあはあ、これこうなった状態の体重ってなかなか捉えられないんですよ、そうですね、僕石井は自分が思っているよりもはるかに出ないと勝てないですね、はい、まあ、相手の予想以上持っているもの 100% 以上ですね。石井窮地なのか、かつ組相撲も避けていかない前でないといけないんで、もっと大変ですよ、はい、まあ、これまでは人とされていますけれども、そうした軸の強さは吉田、左ミドルキック石井前に出た、それでも左ストレート吉田も返してきます、必ず返してきます。最終第3ラウンドです。平子さん、どういうところ楽しみにされてますか。石井選手もね、誘われてるのを もちろんご自身でも知った上で、はい、さらにそこから深く踏み込まなきゃいけないってことですもんね。そうですね、となると次なる矢、何があるか、次なる刀ですね。石井の動き自体は佐藤さんどうなんですか。これは全然悪くないです、もう本当いい感じですよ、もう勝つためならこうするしかないっていう戦い方ですよ、はい、で問題はここからさらに打ち込むことができるか、はい、その手数であったり威力であったり、はい、打たなきゃ絶対当たらないですから、ね、石井打ってますからね、そうですね、勝てるかもしれない、はい、
あ、ゆうちゃみさんも完全に3ラウンドでの石井の KO が見たいということもありましたね。見たいですね。でも吉田選手もガツガツいってほしいです。はい、はい、よく返す吉田、左ミドルキック、そしてまた接近してもこうやって佐藤さん攻撃出させないよう、はい、まあ、でもこれはでも お互いの気がしますけどね、はい、吉田だけが組んでるようには僕は思えないです、はい、ただ今は吉田選手ホールディングに対して注意が与えられました。注意は吉田に対してです。まあ、石井がこうした包囲網のような防御に対してもどう崩すか。脇の下へのパンチ、ほとんど頭をつけるようにしながら膝、残り半分です。1分半となりました。石井がこれ全身全身ラッシュをずっとかけて引導、左ボディ打ち、近いところ吉田連発、このパンチです。平子さん、吉田はどう見えてるんですか。いやすごいいなし方ですよね、やっぱりポジショニングの話しましたけども、はい、下がりながらここまで攻撃を返せるって相当な技術力でしょうから、はい、石井選手も何かしら被弾するだろうという覚悟の上でここまで踏み込むのは、スイッチ2つぐらいつけないと無理でしょうね。すごいですよね。タイムストップ、あ、タイムストップ、ここはレフェリーが一旦2人を分けています。ホールディング警告です。吉田に対して出されています。警告が与えられました。まあ、佐藤さん、こういうところも石井にとっては足かせのようになりますよね。どうやって断ち切るのか、はい、ボディ打ち対応しています。さらに右ハーイ、左ストレート、うん、ギリギリ、はい、その前に詰めているのは吉、これ石井です。さらに前蹴りはお互い放ってくる。でも右のパンチから左へ、佐藤さん、どんどん時間がなくなってきますね。そうですね、もうでもいい人、石井はでも勝つためのベストを尽くしてます、はい、それでもまあそれを食らわんとするのが吉田、はい、そして左ミドルキックを返していきます。これはダウンではありません。石井の攻め、どんどん前に出る。この K-1 バンタム級黒田斗真との再戦に向けてという意思、いや、それは吉田も同じこと。時間がない、あと1秒、ここで第3ラウンド試合終了です。入ります。さあ、ゆうちゃみさん、はい、どんな感想が残りましたか。そうですね、石井選手もでも最後までめちゃくちゃパンチ強かったですし、体力下がらずにここまで戦えてるのはすごいなってめっちゃ思いました。本当にまずそこですよね、すごいのは、はい、スタミナ、そして闘志、萎えることはありません。攻め続けましたが、返す刀が平子さん、吉田、佐藤さんおっしゃってたように防御に徹するっていう決めた選手をここで倒しきるのはなかなか難儀ですよ、ね、ジャッジ箱崎29対28、青吉田、吉田1票です。ジャッジ伊藤29対28、青吉田、勝者吉田、29対27、青吉田、以上判定3対目を持ちまして、3人目は29対27、2人は29対28、涼しげな表情変わりません。石井一世を下したのは吉田、超ハーパヤックです。佐藤さん、大きな大きな一勝ですね。まあ、そうですね、まあ、ただダウンシーンに関してはちょっと競技は必要なんじゃないかなと思って、はい、どこまでが OK で、はい、確かに一瞬離れてたかもしれないけど、はい、じゃあこれが OK ならまた選手もこれから練習方法変わっていくと思うんで、はい、ちょっとこの結果の本部の見解を聞きたいですね、はい、フラッシュでも一度ありましたよね、はいはい、グラビア島で活躍中のタレント、藤山さん、はい、今の思いどうですか。いやー、石井選手惜しかったですね。でもやっぱり吉田選手の圧巻な、はい、あのパンチとミドルキックはやっぱ誇りやなって思います。これが池田浩二です。池田浩二選手、クラッシュのチャンピオンですね、はい、池田浩二選手、それから K-1 ワールドグランプリの黒田斗真チャンピオンもリングサイド、この2人の戦い見据えていました。まあ、こういうところからも平子さん、もうトライアングル以上のこのライバル関係形成されてますね。お互い引っ張り合って高め合って、はい、それでは今日も一つ課題ができてね、こういう場合の K-1 ルールで倒しきるにはっていうことでまた技術も向上していくでしょうから、楽しみですね、はい、そうですね、まあ、そしてムエタイでこれ本国での素晴らしい16連勝なんていう成績も収めて、黒田選手がまた
若干小表情こわばってきたかなというふうに見えます。もういろいろ吉田対策というのも考えているでしょうね。石井一世に勝ったのはこの K1 で大きい。吉田超ハーパヤック